チャンネル。ママ、始まりました、チュンピーチャンネル。主役はこちらのチュンちゃん。2018年5月生まれ、現在2歳8ヶ月の娘です。そしてもう一人の主役がこちら、ピーちゃん。2019年10月生まれ、現在1歳4ヶ月の娘です。チュンピーが大好きなフルーツといえばいちごということで、いちご狩りに行ってまいりました。しかし去年行った時はピーちゃんはまだ小さく、さらにチュンちゃんはなぜか一つも食べませんでした。さて今回はいちごを食べるのか、早速ご覧ください。いちごいっぱい。どれ食べたい？好きな赤いやつ。それはまだよ。美味しくないよ。これいいんじゃない？これ赤い。赤いやつ。それは種類はね、紅ほっぺかな。紅ほっぺ。でしょ。はい。で、ちょんちょんちょんつけて。はい。こうして。そのまま食べてごらん。さっぱりやね。甘い。すごい甘い。美味しい。ピーちゃんも食べる？よかった。去年はね、一つも食べれなかったからね。あ、やった？ピーちゃんもちょうどピーちゃん食べる。あ、これ赤くて大きい。すごい。あ、あれ？ピーちゃんいちごや。ピーちゃんいちごや。まだ寝起きでぼーっとしてんのかな。うん。すごい。ごちそうさまでした。一個食べた？食べ放題よ。綺麗な白いのに作ると美味しいんだよ。みーちゃん食べる？うん。あーして、あー、あ、お、食べた。あ、いいね。美味しい？美味しいね。あ、よかったね。よかったよかった。いちご食べる？ピーちゃん自分でちぎれるかな。おいしい？よかったね。ピーちゃんママの男向いて。おいしいね。いろんな種類、何種類ぐらいあるんだろう。ちょっと全部食べてみたいね。おいしいね、よかったね。おお、すごいピーちゃん。すごい。ここもすごい。赤いの、これ可愛いね。あ、それそれ。可愛いのしよう。これムースだからもう。何度なんだろう。もうすぐ暑い。違う。よかった。じゃあ下ろしてみる？うん。下ろしてみる。すごいね。すごいね。たたた。チュンピーチャンネル。ピーちゃんそれ食べないの？いちご。やだ。やだの？やだ。やだ。あれ違う違う。いちごいっぱいだね。ピーちゃん。見てこれすごい、これいちご見て。いっぱいあるよ。
ちゃんいっぱいだね。いっぱいだね。ピーちゃんなんか大事そうにイチゴずっと見てる。上だ。違う。全部あるね。じゃあちんちゃん。緑ね。緑ね。緑がいっぱいだ。そう。赤くなる。緑からどんどん赤くなるんだって。いいね、ピーちゃん。イチゴいっぱいだね。ママ特大の見つけたよ。わ、ママすごい大きいの持ってる。ブリブリ見て。ブリブリ。すごい。ブリブリ。あ。大きい口。あ、美味しいね。食べたいね。美味しい？美味しい。あ、よかった。美味しい。じゃあそれ葉っぱよ。葉っぱないよ。葉っぱないよ。あ、ちっちゃん何してんの？うん、あ、いいね、いいね。うわ、早い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 。いちご、ちゅうちゃんもういちご食べないの？うん、もうなんか今2つぐらいしか食べない。緑いっぱいだね。赤いよこれ。あ、これ美味しい。はい、じゃあじゃあ。ピーちゃんの方が食べるな、これは。食べるな。うん。お花。あ、お花かわいいね。これイチゴの花だよ。イチゴの花だ。うん。綺麗。かわいいね。うん。おいしいベリーって書いてある。おいしいベリー。あ、おいしいやつだこれ。あんまりないね、もう3種類目。これまだ食べれないよ、まだまだ青いから。青、うん、これしる？待って、そう、ギュってギュッパパ取って。あ、ピーちゃんそっち葉っぱ反対反対こっち。ピーちゃんめっちゃ食ってる。これはもうチンちゃんで追い抜く追い抜く日がもう早すぐだな。これも赤いね。あら、やっほー。うわー、やっほー。チンちゃんこれ痛いね。ちゃん、いちごめちゃくちゃ食べたね。チュンちゃんは相変わらずで2粒だけしか食べれませんでした。なんで？なんでいちご2個しか食べなかったの？なんでか。見てくださってありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。毎回チュンピーチャンネルやる。もう一回やる。インスタグラムもフォローお願いします。それではチュンピーじゃんけんタイム。チュンピーじゃんけんじゃんけんパーイパー。チュンちゃんはパーを出しました。それでは